皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。タガフロンティアパート6、続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回ブルーたちがタンザーに飲み込まれたところまで話を進めたわけですが、その続きから、プレイしていきたいと思います。どこにいるのか。こっちだ。どこ？え、こっちでいいの？え、どっち？こっちか。おっと、来ましたね。どこだったかな？うわぁ。どこだったかな？この先に活力のルーンがあるが、巨大スライムたちに守られている。準備はいいか。準備完了。メカやモンスターは活力のルーンには触れない。注意しろ。えい。復した。これどうだったかな、倒し方。攻撃なんだ。うん。
おっと、あ、外した。おのルーンを手に入れた。すっかり忘れてました。変わってクリアです。ここにはもう用はない。消えた。はい、クーロンへ行きたいと思います。前回間違ってドゥバンのことをドンバンと言ってしまいました。すいませんすいません。よく見ろって感じです。クーロンで、なんかクーロンのこともクローンとか言っちゃって、本当に申し訳ないです。ライザを仲間にします。いらっしゃいませ。ルーンの石のことを何か知りませんか？変わったことに興味があるのね。術師なの？はい、私の名はブルー。術の勉強のために故郷を離れ旅を続けているのです。高度な陰術を身につけるために保護のルーンを探しています。クーロンの地下下水道のさらに地下に洞窟があるの。その奥にルーンの石があるはずよ。案内をと思います。私も行ったことはないけど入り口までは案内できるわ。私はライザ、よろしくね。で、ライザが仲間に。おっと、ここを通るやつには通行料ってやつが必要だ。クレジットに負けといてやるぜ。いえ、あの、待ってるんですか？次の方、どうぞ。早速、手術だ。そこに、横とあって。保護のルーンについて何か知らないか？クーロンの、地脈の、溶石に保護のルーンが刻まれている。この町の繁栄も、地脈に関係がある。この町の混乱は最近ひどくなる一方だ。地脈に何かが起きている。ルーンを探しに行くのなら同行しよう。この石は使える使える。地下下水のさらに地下に溶石は眠っているぞ。
すっかり忘れていましたが、兄を仲間にします、はい、あなたルーンを探してるって話じゃない。ディスペアの解放のルーンまで案内できるわ。私は雇わない。ここに、設備点検の作業員になりすまして中に入るわよ。私は兄、よろしくね。よし、通っていいぞ。ほら、行った行った。こっちよ。懐かしいですね。こっちよ。ちょっと後ろを見張ってて。変なものが来るかもしれないから。あ、来た。最初戦ったやつですね。何度ずいぞ。うわ、これ強いですね。うん、どうしよう。
これで通れるわ。行きましょう。解放のルーンを得た。ファニーですね。いいですね。はい、ちょっと順番が前後してしまいましたが、保護のルーンを取りに行きたいと思います。近道があるとのことなので、ウスペルニュブルへちょっと行ってみたいと思います。何用だ。特に用はない。グレーだ、ん？グレーだな。用もないのに私を、ん？角かわすかな。すいません、間違ってたら。とは、私がヨーマの君の一人、バジュイールとしての振る舞いか。いませんでした。私を知らないだと、ますますもって無礼なやつ、消えよ。ここが自然洞窟になります。さっきの会話をすると自動的にここに飛ばされます。
ようやくたどり着きました。おお、長かった。で、倒しました。ルーンは保護のルーンを得た。忍術の資質を得た。やりました。あ、ライザーすごい素敵。あ、もう全てが絵になりますね。はい、時間の区切りも良いところなのでこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。